どうも、こんにちは、こんばんは。TEO ことテオです。ゴースト・オブ・ツシマ。続きをやっていきます。今回も裸一貫で参ります。で、前回はコトゥン・ハーントの最後の勝負に挑ませていただきまして、まあ、複数回やられはしたものの、まあ、なんとか、勝つことはできまして、まあ、最後の最終決戦に関しては、操作ミスが続きながらも、またこれをなんとかクリアして、猛虎たちを退けたと。で、今回、最後の大仕事、本当の本当の大仕事といたしまして、こちら。仁の道、志村の将。ハーンを倒したが、あと一つだけやらねばならぬことがあるということなので、志村殿が待っている大巫女の練習場っていうか試練場ですね。ちょうどあそこの奥に見える、もみじの木。あそこにいるそうなんで、そこへ向かいましょう。そこに人がいるのか。ちょっと決戦前にね、野党を、サクリと。さあ。こっからはもう歩いていこう。ここだれ。おじ上はまだか。まだ来てないと。船着き場で待とう。はい。じゃあ、船着き場で志村殿を待ちましょうか。和歌を読む。笛もまた一興よ。回想か、これは。仁。回想か、これ。おじ上。来ないかと疑った。お話があります。普通に続きだった。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。苦労として生きたから、まあしゃあないとはいえ、仁にとってはこの身を尽くちょっとがっくしは来るところはあるけどな。悔いはありません。まあ確かに民のためには尽くした。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。はい。というわけで、仁の道、志村の将。志村の後を追えと。あ、結局、兵具はこれになっちゃうのね。ムービーでもちょっとふっと思ったけど。帰れはしない？帰れはしないようで、浪人の袴として固定らしいですな。仕方ないとはいえ、なんだ、裸一貫でやりたかったんだから、ここばっかりはしゃあないな。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。
よかった。猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の税がいるので。税がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。そんな話が出てるとはな。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。さあ荷車を押して。おっと、よし。このご恩は忘れません。城郭までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな、うん、そうします。じゃあ気をつけてよ。あいつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。しかし、そんな本当に大層な話が出てるとはな。税位などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら、うん、民は神戸を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。まあ力をつけたっていう感じではしょうがないかな。ここからは歩く。御意のままに。綺麗な墓所。ひどい花屋の7代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。あの大きい墓が酒井の墓。いやー、赤と白の組み合わせがこれはまたいい味出してんの。寂しくなります。そうだな。お前は無本人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。うん、誉れを捨てたな。誉れは誉れ捨てました。何だとおっしゃる。まあ誉れればこの戦には勝てなかったからな。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。
で最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。失われたものを思って最後の和歌を詠もう。我が父と定めが立ちし絆にて、いずれが渡る三途の川を。我が父と分かるる縁と知ればこそ、メイドの蓮に出で会うるかも。最後の和歌、最後の言葉をここに記すぞ。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。坂井家でも古今無類の武者へとな。ん？お前は我が子同然だ。どうする？その日のことを思い出したのか。最後は武士らしくか。さあ、一対一の勝負。志村殿の戦いは行こう。へっ、道に背くわけにはいかん。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。そうだぞ。下地に背くわけにはいかん。ほい。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。ぐう。わ、マジか。一旦離れよう。
マジか。さて俺はあと何回死ぬんだろうな。まあ何度でも復活するさ。へっ、お下地に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。お下地に背くわけにはいかん。あ、ちょっと待って。許せ、ジン。なかなかちょっとボタンが反応しなくて言い訳だなこれ。さあ3回目の正直と。おじ上お許しください。おや。さらばだ。はあ、集中集中。死ぬわけにはいかない。あー今のはちょっとな、攻撃ボタンやってたからな。なんかここまで来るとイラついてくるわ相変わらず。死ぬわけにはいかない。今のは赤い点はちょっと見えなかったぞ。おい。おじ上お許しください。どうも。許せ、ジン。今の空振り何なんだよ。へっ。逃げ地に背くわけにはいかん。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。なんだ、空振り空振り。おじ上お許しください。あーちょっとまあ。オッケー、わかった。オッケー、わかった。許せ陣営。うるせえ、許さな、もう許さん。自分の指摘まで許さん。死ぬわけにはいかない。あー見えねー。はい、違う。あっとっとー、こうするほかはなかった。ああ自分の不適はっていうのをよく分かってる、よく分かってるけどさ。おじ上お許しください。あっ、なぜわしに背いたのだ。おめえが頑固頭だからよ。地に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。死ぬわけにはいかない。私の過ちを正すつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。よし、しゃぶれ。こうするほかはなかった。今のはな、いいところまでは行ったんだけどな。回復しようとしたところを攻撃のモーション入られたけ。へっ、地に背くわけにはいかん。なんだよ。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。許せ、ジン。何かが悪いのかな、俺の操作。死ぬわけにはいかない。はあ。はあ、集中集中、本当に集中だぞ。
逃げ地に背くわけにはいかん。すまなかった。なんだろう、もう夕日がうざったい。ああ、もう夕日がうざって、菊長。死ぬわけにはいかない。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らん。私を切れば傷は増す一方。逃げ地に背くわけ。うわー、許せ、ジン。もうあと俺は本当にマジで何回やるよ。死ぬわけにはいかない。お許しください。なさらばだ息子よ。へっ、逃げ地に背くわけにはいかん。仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。こうするほかはなかった。もういっそ首かっきれ。はあ、ダメだ。くそ、ダメだ。自分にイラついてくる。叔父上、お許しください。仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。私の過ちをただするつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。なあ、どうもこうも勝てねえな。死ぬわけにはいかない。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。私の過ちをただするつもりか。お前に恨みはない。ああ、今のガードが防御が間に合わなかった。次二連はさすがにダメだ。叔父上、お許しください。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。死ぬわけにはいかない。あっ、もうコントローラーのせいにしたくはねえな。ダメだ、もう俺の手際が悪い。死ぬわけにはいかない。
い。またターゲットが変な方向行ったぞ。叔父上お許しく。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。平地に背くわけにはいかぬ。わさらばだ息子よ。平地に背くわけにはいかぬ。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。死ぬわけにはいかない。おっと、私の過ちを正すつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。あ、なぜわしにそう言ったのだ。叔父上お許しく。なぜわしにそう言ったのだ。に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。叔父上お許しください。叔父上お許しください。許せ、ジン。叔父上お許しください。お許しください。お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。に私の過ちを正すつもりか。お前に恨みはない。お前に恨みはない。よっしゃ。なんとかうまいこと言った今の勝負は。誉れある最後を遂げたい。誉れる最後な。殺す、望みを尊重する、生かす、殺さずに立ち去る。はあ、あーまあここまでやっとなんとか生きたからね。もう何十回死んでんだろう。はあ、まあこのまま望みを尊重するっていうことでも選択肢とはありだけど、うん、まあ生かすも立ち去ってもまあいいっちゃいいけど、そうだね。
しようか。ちょっと悩む。生かすか。このまま決定。誉れをなくしても人は人よ。我が父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。まあどの道やっても罪人として追われるんだろうなとは思うんですけどな。クロードとして生きる、それが定められた運命だ。
連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。叔父上、お達者でしょうか。巴にはもう無用だ。求めるものは見つかったのだろうか。ここに酒井陣を弓取り石川定信の弟子と認める。これで晴れて弟子入りだ。いつの間に作ったのだろうな。ユナには借りができた。返せぬほど大きな借りが。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。最後まで忠義を尽くしてくれたな。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。もうこの次は本土の武士、追われる身となろうとはな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追ってくるのかな。叔父上ではなく本土の者が来るだろう。あんたが生きててよかったよ。藩を殺して蒙古軍には長がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。よかった。これからは二手に分かれようか。蒙古を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。はい、というわけでこれにてゴーストオブ対馬終了となります。いやー、志村さんが何度もまたぼかされたな。結局あの1対1の戦い俺は苦手だとよーく分かった。ういっす。雅子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り俺も生きねば。で、はあ、まあ結局最後はとりあえず志村様のことは生かしておいた。まあと結果的にはどのみちおそらく殺しても、生かしておいても本土の侍には追われる身には変わりないだろう。さて、まあ終わる身だからこそまだまだ戦いは続く。まあ先ほどのユナとの会話にもありましたけど戦いは続きそうなんで、まあまあぼちぼちはちょっとやっとこっかなと思います。ただ、動画としてはこれにて、ゴーストオブ対馬は終わりとなりますので、またね、
別のゲームの動画でお会いいたしましょうか。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。バーイ。